はうの、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルです。ということで、今回、激しさます残留争い J1 第21節振り返りということでやっていきましょうかね。よろしくお願いいたしますと。 いうことで、今回、浦和、ジュビロ、えー、福岡、FC 東京、FC 東京、福岡、えー、そしてトス、鳥、え、栖、ー、鳥栖、鳥、え、栖、ーえー、柏か今、マジで今飛,ば飛んだな、頭の中で。鳥栖、ねえー、柏、レイソル、そして、えー、札幌、新潟のゲームに関しては別に動画しておりますんで、今度それ以外をね、話してい,いこうかと思ってますんでね、ねよろしくお願いいたします。だから、六試合かなを、えー、見ていきましょうかね。すみませんね。じゃ。えー まず、こちら、えー、神戸、鹿島3たちというところで鹿島、チャブリッチ選手のゴールで先制というところでやっぱこの試合、ね、スーキューマがあれ、いねえと思ったら、ね、累積でね、えー、有給消化中というところでチャブリッチ選手が先発まあでもスーキューマがいなくてね、チャブリッチがね、えー、出てくる中の対戦相手からしたら 嫌だっいうのあるかもしれませんが、まあ、やっぱ出れば結果残しましたね、チャブリッジさんはね。ねただ、そっから武藤、えー、マテウス・トゥーレル大迫選手のゴールで、ね、神戸逆転というとこで2位、鹿島、粉砕という結果 かになりました、ねだからまあ、鹿島からしたら、普段で言うと、ね、鈴木優馬が先発のセンターフォワードをやって、で仲間と、ね、樋口とか、まあ、仲間樋口よりも仲間とね諸岡選手とかの、えー、両ウィングが多いかなとかね、ねあと藤井選手がいてとかねいるんです。だから正直、鹿島で言うとねチャブリッジ中、後半から使えるカードを今回頭からね切るしかなかったんで、後半ねそこで違いを見せることができなかったかなっちいうところでしょうかね。 これがスーキーウマが先発であればねこのリードされた展開でチャブリッジがね出てきて後半転機決めるみたいなこともあったかもしれません、まあ、それぐらいスーパーサブ的に今年のチャブリッジは結果を残していますしただ逆に考えればチャブリッジがね控えスタートでスーキーウマが先発だったら先制点がどうなっていったかこ,、ねまあ、これは違う世界戦の話なのであくまでこの試合の結果をもとに考えればやっぱチャブリッジ中スーパーサブを先発で使わざるを得ない、まあ、結果を残しているのでそれはそれでいいんでしょうけれども。 ただこんな感じでリードを許してしまうと後半ちょっときつくなるようないうのはメンバー構成からもちょっと想像できたんでねなかなかには鹿島からしたら交代カードが難しかったのかなこれまでのゲームとは違う、ね、難しさがあったのかなという感じがしますただ神戸ここに来て、ね、しっかり勝つことができましたんでねまだまだ優勝争いはわからんというところでしょうそして佐野回収が、ね、結構6.9億円結構長く積まれましたねで移籍と いうとこでねなんかね jd から海外への移籍金では過去最多みたいな話なんでまあ、やっぱこういう中盤で勝てるデュエルデュエルでデュエルというかねまあしっかりボール奪えるとかねそこから展開できる選手中いうのも海外でも貴重な存在にはなってますしやっぱ日本人ミッドフィールダーの、ね、評価価値、市場価値というのはだいぶ上がってる感じがするというところでまあ、本当まだ発表ありませんけどまあ、海外籍となればね頑張ってきてほしいというところですね。でこちら ガンバゼビア1対3というところでこれもだからね先制点上挙げたチームが最後結局ね3失点してえ負けるというところでまあウェルトン選手のゴールは見事でしたねまあそこはねフィード含めて最後ウェルトンに届けるまでが素晴らしかったガンバの先制点の場面にはなりますねまあ本当ウェルトン強烈ですねでえジバリがワントップで先発でしたこの試合はというところでしたでただねこの試合 退場を出した時点できつくなったかなというところでしょうハンダ・リック選手が前半のうちに退場というところでね結構そこからきつくなったし前半終了間際に、ね、ロングスローから、えー、ミッチェル・リュークの得点と後半変えた藤井選手のゴールなんで、まあ、やっぱり前半のうちにミッチェル・リュークのゴールで追いつくことができたのも、ね、大きいし逆にガンバからしたら、ね、後半を45分間丸、ね、っと一人変えた状態で 出ないといけない中段はきつかったであろうただねセンターバック久しぶりの先発だった江川選手ですね江川選手自体はまあ、パフォーマンス自体は良かったんじゃない、えー、かとまあ高さは、ね、江川選手ありませんまあ、確かこの選手ね170センチ台前半とか真ん中ぐらいの、えー、身長って言われてますけどもねただなんか実際の身長はちょっと違うんじゃないかっていうね、えー、話もありますただ基本的にね、こう上背はねそんな江川選手がね、まあ、ゼルビオの屈強なねフィジカルモンスターたちを、えー 相手に戦う,っいうところでただいいアピールになったんじゃないかという江川選手にはなりますがただえガンバからしたら首位ゼルビーを直接叩くチャンスではあったんですけども勝ち切るというゲームでございましたね。川崎とというところで 広島ね三笘選手、復活のゴール、えー、決まりましたね、いや本当今年、ね、苦しんでる三笘選手にはなりますがまあ、同点ゴールを決めるというところで、まあ、シュートがリフレクションして、ね、入ったんですけどねだから逆に川崎からするとなんかやっぱ調子がよ,よろしくないチームの勝ち点のこぼし方かなっていうのが。 あってなんかシュートのねこぼれ球がね変なとこというかね、えー、思わぬところに転がってゴールになるみたいなまさしくこの三瀬選手のゴールシーンもそうなんですけどもなんとなくね調子が悪いチームってこういう運のないところで失点して勝ち点こぼすとかね年に1回決まるかどうかのゴラストで、えー、勝ち点こぼすみたいななんか僕の中で調子の悪いチームってよくそういうのありがちかなって思ってますが、まあ、んでも,もう広島が得点する匂いもねプンプンあったよね中いうところ。 れもなるんで逆に広島からしたらもうちょい早い段階で追いつくことができればね2点目が取れたのかなっていうとことを川崎からすればねうんやっぱり早いとこ追加点が欲しかったでしょうしというとこですねでこの試合だから長嶋選手ですねのねプレーが絶賛されてましたボランチというとこですねまぁ育成年代がこの子はすげーてねえー、元広島お父さんが広島の選手でしたもんねの、えー、プレーが結構絶賛されていて僕もね高校生その去年のかな 去年のプレイ映像を見たんですけどもね、確かになんかテクニシャン的なところもあって、あ面白いなっていう感じで、ね、思っていたんですけども、まあ、ボランチは野津田選手とね河村選手の席で、ちょっと選手層が薄くなってますんでね、そこでまあ今後、えー、どんな活躍を見せるかというところでしょう、ちょっと注目して追っていこうと思ってますけどもね。でこちら 横浜フマリス、東京ベルトユードエチアリベルディ、まあ開幕戦の、ねまあ、リベンジというか、ね、開幕戦自体が熱いゲームになった、このカードにはなりますが、まあ、山見選手のスーパーゴールですよね、あれは見事、しっかり振り抜きましたね。で2点目がオウンゴールで、マリノスの宮地選手のゴールで1点差制もあるんですけども、も、まあ、時すでに遅しという。 ところですね本当、ほんとマイナス調子上がってこない、こ試合終了後は、ね、かなりね、えー、サポーターから厳しい声が飛んでいて、でマスカットじゃねえや、キュウエイさんもキュウエイ監督自体は、ね、ブーイングはどうなんだみたいな、なんかブーイングに対して苦言を呈するみたいな、えー、発言がありましたね。僕はブーイング自体は、ね、いいと思ってるんですね。うん、ブーイングってやっぱり、ね、不満を示す一番手っ取り早い方法ですしね、ねスタジアムでねあそこのプレーがああでこうで、そこダメであ選手交代もそこがだめで、ああだこうだって言ってもね、ね多分監督には そんな声多分聞こえないと思うんでねみんなワーワー言ってるんでねだからもうブーって言った方が一番早いんですよねだから僕はブーイングはねいいと思うんですけどもねただブーイング以上のことはむしろ言わない方がねいいのかなっていうかまあそんな多分ねあんなワーーワ,ーワー言ってるんで多分聞こえていいなと思います正直ねというところでブーイングは僕はいいと思ってますねただやっぱりねキュウエル監督みたいにね、えー、もうリバプールとかでバリバリねヨーロッパの最前線でとかでやっていたやっぱ方でもねブーイングはねちょっと毛嫌いですとかね不快をし不快感示すんだなっていうのねよく ねまあ、ブーイングなんて海外で当たり前だよみたいな、まあ、当たり前なんだろうけどもやっぱり、ね、そういう最前線でやっていた、ね、方であってもブーイングはやっぱ不快に思うときはあるんで、まあ、やっぱそこは使いどころが、ね、あれで、ね、ヨーロッパで当たり前だって、ね、なんかまあ当たり前だからでもやっぱ、ね、日本人としてブーイングをやっぱ嫌う人もいるんだなっていうところでねうん,なんかやっぱそこもね、えー、やっぱ、ね、海外ではなんちゃらかんちゃら、ね、日本が緩いみたいなのあんまりやっぱ当てにならんなっちいうなんかね、えー、感じたところにもなってきました。 けどねでこちら、えー、セレッソ、名古屋2対1というところでセレッソ、えー、2対1で勝利という結果でしたね久保選手のゴラッソはお見事でございましたがまあ、レオセラのゴールもねあそこだからね守備のミスですよねあそこもね。 ー目測はやまった感じがして、レオセラをが抜け出してで、ルーカー選手とゴールも吉田選手のミスからなんでね、いやまあ、吉田選手はなんか、懲罰交代みたいな雰囲気になっていて、実際のところ分かりませんね、まあ、あれはちょっと攻撃の交代カードを切るために吉田を変えたのか、ちょっと分かりません、ただ、えーね、稲垣選手を3バックのところに落としてでも、ね、攻撃にもう1点取りに行った、えー、もう1点というか、ね、得点狙えた名古屋には。 ななるんんですけどもどもううだろうまあ懲罰交代ねという言葉自体がなんかどうなんだみたいなところありますまあ吉田選手ももともとセンターバックというかボランチの選手でしたね、確かね今年の春先はね3142の1のアンカー部分で練習していた吉田選手にはなりますま、本当はねアンカーシステムをグランパス、春先はねやっていこうとしていてね春先はそのアンカーをやっていた吉田選手には なるんでまあ、期待値は高い若手選手ですけどもただ、前回の浦和戦でもね失点に絡むというかまあ失点に絡む以外でもちょっと吉田選手の不安定なプレーが前回、浦和戦から目立っていたんでまあ、それでも前回からの流れかなこの試合だけでのまあ交代というよりもね浦和戦で良くなかったパフォーマンスでこの試合見返してこいと送り出した直後のね あ,あれだったんで、あーやっっぱちょっと今、吉田選手のメンター的にもプレーさせるべきではないとかなんかそういうところもあったのかもしれませんけどね、ね、まあ、ちょっとこれはわからん、まあ、本当懲罰交代なのか、懲罰交代僕見えるけどもね、ただまわからん、まああえて懲罰交代に見せることによって長谷川健太監督にそのね、まあ、責任の声をねまあみんなうううこの、うん、引き受けるじゃないけどね、えー、中のあるかもしれません、これ考えればいくらでも可能性はありますんで、本当に懲罰交代の可能性があれば、やっぱり前回の裏戦からのね不安定なパフォーマンスが。えー えついてただ、そういう選手を使った監督の責任がないわけではねないんでそこはちょっとどうなんだちいうところ本当に懲罰交代であればねえ思うところはとというとここでですねでこちら湘南京都え残留争い中ですけど京都が勝利原選手のゴールで勝利と。 いう結果になりました湘南、少男これでちょっと厳しくなったかなちゅうところと、ね、またこの試合も杉岡選手がベンチスタート鈴木純之介選手が3バックで出ることが最近多いですね、でミンテ選手、帰ってきてるんですね、そして僕、全く聞いてなかったですかねミンテさん、帰ってきていますのでまあ、センターバックね良かったなっちゅうところにもねなってきます、ただ京都、これ残留圏内残残留留内内か残留圏内に復帰というところなんでまあ、京都からしたらね相当大きな勝利になったんじゃないか。まあ 別に動画で撮ってますけども、サントスがね、レイスに逆転負けの大破を期してますんで、まあ、トスがだから次の未消化分どうなるかにもよってきますが、とりあえずは残留圏内、順位表的にはね、えー、復帰というところでございました。ってことはそれを踏まえた上でね、これらを踏まえた上で順位表こちらですね。 これが、えー、J1 順位表というところですね。ねえー、ねというかね、そう、えー、町田ゼルビア首位、まあ、キープというところですね。で、2位鹿島、こう変わらず。で、3位ガンバも破れていますんで変わらずと。 いうところでだから2位と3位が負けたんで、下勝ったねビッセル、セレッソ、福岡、えー、この辺がね上との差は縮めてもう福岡はもう練、ね、習圏内まであとちょっとまで来てますよね、でそれ以下に関して浦和レッズ、ヴェルディが勝ってますんで、浦和までが鹿島と6ポイント差でしょう、まあ、ちょっと優勝というところをねどこでいつ意識するかにもよってきますが、今のところ、ね、ちょっと優勝意識するにはまだ浦和が浦和レッズもね,もね早いかなちゅう感じもします。まあ長期目標 今,日でね、今年だから一旦秋口までにね、えー、9月とか10月の頭ぐらいで2位とか3位にいればねその時の上位との差し第では優勝を狙っていこうっちいうところでもいいと思いますまずはねやっぱ2位と3位とか短期目標的にはね、えー、目指していかんというかもう今から優勝優勝優勝ばっかりもちろん優勝大事ですけどね考えてたらさすがにねあれなんでね僕はサポーターとして僕はね僕は個人的にねなのでまず一つ一つねクリアしていこうというと僕の中のね、えー、ウラレッツのところで言うとねまあ ま,あまずはね秋口、9月までにね、2位、まあ、9月までに5位かな、9月までにトップ5に入って、10月時点で3位に入って、そこでまあ優勝争いが出、優勝が狙えそうなシュートの勝ち点であればね、そこでもう一個ギアを入れていこうみたいな感じで、僕はいいと思うんで、まず一個一個ね、目標を立てて頑張っていってほしいというところでね、まずだから僕の中では、9月秋口までにはね、トップ5に入ってほしいというところですし、その時だから、裏ツがそんぐらい に言えるのあれば、その他のね FC 東京、ヴェルディ、グランパス、この辺もそれぐらいまでいける可能性もある、それはちょっと上位陣がね、だって平均勝ち点2で1.8ですもんね、えー、だいたい優勝するには平均勝ち点2になると優勝できると言われてますんで、まあ、ゼルビアしかねそのねボーダーライン超えてるのがないというところなまで、まあ、今年は結構勝ち点的にはね、えー、低いところで終わるんじゃないか、低くて詰まった状態で終わるんじゃないかというところでしょうで、 えー、残留争いは京都が抜け出すと18位でトスが落ちちゃいましたね、うん、えト、ー、ス市民の僕としてはねこの結果中のは相当悲しいというところなんで、まあ、頑張ってほしいというところですねはいということで今回は以上です